探査発射414便墜落事故は1989年10月21日にホンジュラスで発生した航空事故である。フアンサントマリーア国際空港からトンコンティン国際空港へ向かっていた探査発射414便が空港手前の山に墜落した。乗員乗客146人中131人が死亡した。墜落直後、 生存者は20人ほどいたが、悪天候により救助隊の到着が遅れ5人が死亡した。また、この事故は中央アメリカで発生した航空事故としては最悪のものである。事故機のボーイング727から224は1969年に製造され、コンチネンタル航空に納入された。1981年からコンチネンタル航空が探査発作にリースしており、 機体記号は変更されていなかった。414便の飛行経路414便は、フアンサントマリーア国際空港からマナグア国際空港を経由して、トンコンティン国際空港へ向かう、国際低気旅客便だった。トンコンティン国際空港の滑走路 01A は、VOR-DME での着陸侵入を許可された。トンコンティン国際空港付近は、標高が高いため、 7500フィートから段階的に降下する必要があった。しかし、パイロットは7600フィートから一定の降下率で降下を続けた。414便は通常よりもはるかに低い高度を飛び続けた。最終的に機体は標高4800フィートの山に激突した。墜落の衝撃により機体は3つに分断された。機種が上がった状態で墜落したため、 生存者は機体前方に集中していた。国家運輸安全委員会とホンジュラスの民間航空局が調査を行った。調査が行われている中、機長と副操縦士、航空機関士は業務上過失致死の疑いで告訴された。事故から5ヶ月後の1990年3月21日、貨物便が414便と同様の原因での トンコンティン国際空港のほど近くに墜落した。ありがとうございます。